ットボトルとストローを用意してね。ペットボトルの蓋に霧で穴を開けていくよ。霧は危ないから大人の人にやってもらってね。ストローが刺さるくらいの穴ができたら、そこにストローを刺していくよ。ストローが抜けないようにビニールテープで固定してね。ここまでできたら中にお水を入れて、倒したらじゃじゃーん、ペットボトル水鉄砲のデッキよっこり。とっても簡単にできるんだね。せっかくだから水鉄砲で的当てゲームをして遊ぼう。紙皿と油性ペンを用意して、そうだわ。そうだ、ペットボトルのキャップで鼻
挟めばいいんじゃない？それいいわね。キャップに色を塗ってサンドイッチ。最後に玉とペットボトルを糸でくっつければベタベタペッタン。できた。つくもとくものけん玉よ。つくもがくもを食べてるみたい。次は僕の番だよ。ガラッガ、また面白そうなことやってんじゃねえか。まずは私のからよ。それ。おい、なんで雲を食ってるんだよ。次は僕が。それ。おい、サメに食われちまったぞ。逃げろ。やったー。けん玉が戻ってきたよ。そういえば、クモリンは何作ろうとしてたの？僕は自分の絵をつけて、たまには大好物のあれ。あー！お腹いっぱい。この食いしん坊。そうだ。そんなバナナー。あ、いけた。クモリン。あら、どうしたの？うわー、ちゃんちゃんが一人で魚釣りに行っちゃったよ。僕だけ魚釣りしたいのに。それならいいものがあるわよ。いいもの？てってれー、こっちでいけす。なになに、いけすってなに？いけすっていうのはね、魚をたくさん育てているところよ。えっ、おうちにお魚がいるの？まあまあ、見ていてちょうだい。やっほー、お魚さん。あれ、お魚さんは？実はこれ、釣り組って言って、8種類のお魚のどれか一つがその中に入っているの。そうなんだ。こっちは？あれ、さっきと色が違う。そうなの。こっちは漆黒の深海バージョン。暗い海の底からお魚を釣り上げるのよ。キャー、どんな味がするのかな。いただきます。ちょっと待った、釣ったお魚しか食べられません。どちらが時間内にたくさん釣れるか勝負よ。望むところだ。それから、お魚にはポイントがあります。このお魚を釣ったら1ポイント、このお魚は5ポイント、このお魚は10ポイントよ。あれ？ 6 種類しかないよ。そう、実はあとの2つはシークレットなの。何が出るかドキドキ。それでは、用意スタート。どれにしようかしら。あれ？ドキドキ、ドキドキ。これは世界で一番大きなイカと言われているダイオウイカね。ポイントは10ポイント。絶対にゲットするわよ。ここからスタートね。釣り糸をしっかり握って。あ、危ない。慎重に、慎重に。釣れたわ。ダイオウイカゲット。ポイントのお魚コイン。じゃーん。これはブラキオサウルス。ポイントは5ポイントだね。釣れるかな。ドキドキ。ブラキオサウルスさんってゾウさん13匹分くらいの重さがあるんだって。あ、効いてる効いてる。慎重に、気をつけて。なかやるじゃない。それじゃあ一気に釣るわよ。ブラキオサウルス、モササウルス、これはシークレット、モササウルスの化石ね。ブラキオサウルスの2匹目。またまたシークレットで、モササウルスの化石。もう一つのシークレットが気になるお友達はグッドボタン。気をつけて、気をつけて。ゲット。難
しいわ。相手はモササウルスよ。あ、こんな糸が切れたらゲットしたい。今度こそ大丈夫かしら。ゲット。ブラキオサウルスも、おっとゲット。このままシークレットも、切れちゃったわ。ということはゲットできたのは3つ。2つも逃がしたわ。まだまだ開けていくわよ。僕だってシークレット、出た。深海バージョンの化石もかっこいい。サメ、初めて出たね。ブラキオサウルス、ダイオウイカ、モササウルス、レッツフィッシュ。まずはシークレット。ドキ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 、釣れた。どんどん行っちゃうよ。ヒッチャラヒッチャラ。私も負けてられないわ。シークレット、こっちはダイオウイカだよ。えい、私もダイオウイカ。僕は、うわー、クモリン来ないで。あ、入れた。残り10秒、最後の一つ、フィニッシュ。みんなで数えましょう。1 2 3 4 5 6 7。僕は1 2 3 4 5 6 7。ということはどちらも7匹ね。ポイントで勝負が決まるの。そっか。でもシークレットの点数は書いてないよ。シークレットは20ポイント。よし、数えるぞ。まずは私、ダイオウイカ2匹、シークレット2匹、ブラキオサウルス3匹、合計で75ポイントよ。僕はブラキオサウルス2匹、サメ1匹、シークレット1匹、ダイオウイカ2匹、モササウルス1匹、合計で61ポイント。僕の負け。やったわ。でも釣りバトル面白かった。ただいま。全然釣れなかったよ。サンさん、僕が釣ったお魚一緒に食べよう。どんな味がするのかな。そうだ。そうだ。それなら私が簡単に楽しく絵が描ける方法を教えるわ。本当？よかったね、くもりん。僕も一緒に教えてもらおうっと。おもちゃぶ、おもちゃぶ。チークおもちゃも定額制。大人の人に聞いてみて。用意するものはクレヨンとスケッチブック、そしてこの手よ。つくも、それは手を使って描くんだから当たり前でしょ。そうだよ。それはそうなんだけど、この手をなぞって絵を描くのよ。手をなぞる？どういうこと？じゃあ私が描いてみるわね。
まずはスケッチブックの上に手を置いて、この形をなぞっていくわ。何になるんだろう。こんな感じでなぞったら、こうつなげて、目と口、ヒレを付け足して色を塗っていくと、これはもしかして、あっという間にお魚さんの完成よ。本当に手をなぞってお魚さんが描けたね。僕も描いてみたい。僕も。じゃあ何を描くか当ててみて。一緒に予想してくれるお友達はグッドボタン。最初は僕からね。スケッチブックにパーの手を置いて、パーをなぞって、目と口を描いたら色を塗って、できた。じゃじゃーん、タコさんの完成。くもりいいね。上手に描けたわね。ありがとう。じゃあ次はザンさんの番ね。よし、任せて。僕はこの手を閉じてなぞっていくよ。ここをつなげて、目と口、羽と足を描いて、こうやって色を塗っていくと、これはもしかして、じゃーん、アヒルさんの完成。やっぱりザンさん上手だね。いいアイデアで素敵よ。照れるな。じゃあ今度は私の絵を当てられるかしら。よし、当てるぞ。僕も負けないよ。まずはこんな感じで手を置いて、なぞったらこんな風につなげていくわよ。この形は大ヒントね。なんだろう。ここに目と鋭い牙を描いて、あ、これはもしかして、最後に色を塗ると、わかった、サメさんだ。大正解。やった、僕の勝ち。僕が先。絶対僕だよ。ほら、二人とも仲良くして。だってサンさんが。じゃあまた今度決着をつけよう。望むところだ。喧嘩するほど仲がいいってことかしらね。みんなも上手に描けたら、僕たちのツイッターやインスタグラムに写真を撮って送ってね。CM の後はサンさんやクモリンが折り紙になってしまう話よ。いらっしゃい。今日はピチピチのサメがおすすめだよ。サンさん、何してるの。サメだ。クモリン、ゴ、レ、ワ、グミなんだよ。グミ。じゃじゃーん、これを使って作ったんだ。ギョギョギョ。クモリンも一緒に作ろう。巨大サメグミ作ってみたい子はグッドボタン。中に入ってるものはこれ。サメじゃない形も入ってるよ。どんな生き物かは作ってからのお楽しみね。はーい。用意しないといけないものはこれ。やっぱりサメは青色だよね。そしたらまずはグミ溶液を作るよ。お鍋にゼラチン、サイダー、かき氷シロップを入れて、火で温めながらゼラチンが溶けるまで混ぜるよ。火を使うときは大人の人と一緒にやってね。ゼラチンが溶けたら冷めるまで待とう。その間にグミトレイを準備しよう。オッケー。まずは油をグミトレイに塗るよ。なんで油を塗るんだよ。グミがトレイにくっつかないようになるんだよ。わー、すギョーい。すギョいでしょ。型の半分にコアパーツをくっつけて、上からもう半分をかぶせる。なんかサメの骨みたいだね。確かに。そしたらストッパーをセット。こっち側にもセット。最後は下にセット。あー、水槽みたい。そうでしょう。ここにグミ溶液を入れるんだよ。どうやって。ポットを使います。ぎょぎょ。ここにグミ溶液を入れて、この穴から流し込んでいくよ。魚、魚、魚、魚を食べると、頭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 が良くなる。わー、はみ出ちゃってるよ。大丈夫、大丈夫。それじゃあ
こっちの型にも入れちゃおう。オッケー。え、何それ。サンさんわからないの。うん、オッケーってこと。ああ、なるほど。よし、できた。よぎょぎょ。グミ溶液が固まるまで冷蔵庫で冷やすよ。外してゆっくりオープン。サンサンキッズのグッズ売ってるよ。下の概要欄見てね。ゆっくりオープン。ぎょうぎょう。はみ出た部分はハコフグナイフで切り取るよ。綺麗なサメの形にしてあげよう。サメを傷つけないようにゆっくりね。取り出すよ。ドキドキドキ。はい。へい、お待ち。ピッチピチのサメグミだよ。にょーい。おいしそう。こっちのはオウムガイとダイオウグソムシでした。こっちもおいしそう。それでは新鮮なサメさんをさばいていきましょう。顔の右側に切れ込みを入れて、尻尾から顔の方に向かって薄く切るよ。包丁は大人の人と使うんだよ。食べやすいように切ったら、はい、どうぞ。あー、サメのお刺身だ。これにつけて食べてみて。醤油？黒蜜だよ。黒蜜か。このままガブーン。うん、ピチピチなサメ美味しい。これがあれば巨大サメ組が簡単に作れちゃうね。いろんな色で作ってみるのもいいかも。じゃあ次は赤いサメを作っちゃおう。そうだ。ギョギョギョー、こもりー。ギョギョッと釣り組対決。ギョギョッと、たくさん釣るぞ。どうも、司会のつくもです。今から2人にはギョギョッと釣り組無限の8回バージョン釣り対決をしてもらいます。絶対負けないからね。僕だってドンキホーテ限定グッズがいっぱい出ちゃうよ。行くしかないっしょ。ルールはとっても簡単。この中から4つ選んで3分以内にここに書かれてるお魚さんを釣って、点数が高い方が勝ちよ。このお魚さんは1ポイントで、このお魚さんは5ポイント、そしてこのお魚さんは10ポイントよ。シークレットは？それは出てからのお楽しみよ。ますます燃えてきた。運も味方につけることができた方がこの勝負勝てるわよ。それじゃあじゃんけんしてちょうだい。じゃんけんポン。くもりん、この中から4つ選んでちょうだい。ほいほいほい。次はサンサン。僕はこれとこれ。2人とも選んだわね。はいはい、ここからは私が実況します。釣り組対決スタート。くもりん行きます。ギョギョッとオープン。これはサメさんだ。1ポイントゲット。くもりん、ちゃんと枠から外せないとゲットしたことにはならないわよ。さあ、クモリン、切れないように剥がせるのか。ここをしっかり持って、慎重に慎重に。やった、サメさんゲット。見事な一本釣りね。次は何かな。またサメさんだ。1ポイントだけど、確実に釣っていきたいところです。もう簡単にいけちゃうもん。
慣れは怖いわね。次は油断しないようにしないと。シークレットカモン。なんかぐるぐるしてるね。クモリ、それはシークレットだよ。絶対釣り上げなきゃ。クモリ選手頑張って。さっきよりも慎重に。よいしょよいしょ。クモリ選手、時間も気にしないと。よし順調。ここを乗り越えれば。時間切れ。時間がかかりすぎたよね。まだ一つ残ってるのに。次はサンサン選手の挑戦です。僕もシークレット出すぞ。よーいスタート。よよっとオープン。これは何だろう。すごい、ジンベエザメだ。サンサン選手、うまく釣れるか。お任せあれ。ここを持ってスピードも意識して。お見事ね。どんどん釣っちゃうよ。二つ同時に。ほのほい。モササウルス。恐竜ね。こっちはダイオウイカ。サンサンものすごくついてるわね。でもちゃんと釣れないとゲットできないぞ。緊張するけど一気にいっちゃえ。ギョギョッと釣り組。サンサン選手お見事。残り時間少ないわよ。急がなきゃ。もしかしてこれって。サンサンもシークレット来た。やったー。サンサン残り10秒よ。あーフィッシング。時間切れ。サンサン選手もったいないわね。それぞれ数えてみましょう。で、シークレットは何ポイントなの？じゃん！50ポイントよ。ものすごい点数。僕は51ポイントだね。僕はこの3匹だから30ポイントということで、クモリンの勝ちね。やったー。サンサン、シークレットを連れてたら勝てたわね。とほほ。楽しかったから何でも OK。 クモリン、みんなで食べよう。じゃあ僕はダイオウイカ。僕はシークレット。ダイオウイカは世界一大きいイカさんなのよ。すごい。いただきます。甘くて美味しい。いちご味で美味しいね。お魚さんはこうやってつなげて遊ぶこともできるのよ。面白い。それでは次回の大会もお楽しみに。今度はバナナ釣り。そうだ。ギュギュッとクモリン。みんなも真似してみてね。遊んでくれた子は写真を撮って、 LINE、Twitter、インスタにあげてね。ハッシュタグサンサンキッズだね。僕たちがいいね押しちゃうよ。動画の最後に紹介してほしい子は